氷川天馬神社とは、埼玉県桶川市にある神社。全国の天馬宮の一つであり、氷川神社の分社の一つでもある。南側の参道桶川市加納和座天神の真珠である。祭神は、歴史的な経緯から、天馬宮の菅原道真と、氷川神社の須佐ノの命などが合祀されている。参道は、南と東の二つあり南側、は、 中山道から続く天神道と繋がっている。こちらの一の鳥居の中には商店がある。東側の山道は狛犬などがあり、より山道らしさを感じる。境内には本殿の他に、かぐら殿、御札所、長寿社などの他に、ブランコや滑り台、鉄棒などがあり、子供が遊ぶこともできるまた偶児は、神主と呼ばれるのが一般的という。 道市内の稲荷神社ほどの大きさではないがここにも、力石がある。かつては、菅原道真を祀る天満宮の一つとして、加納天満宮という名前であり、当時の上加納村の鎮守であった。1868年に上加納村と下加納村が合併した際に、下加納村の鎮守の氷川神社をこの神社に合社した、ことから氷川天馬神社という得意な名称となった。 現在でも加納天満宮と呼ばれることがあり、その一つとしてこの神社の最寄りの桶川市内循環バスのバス停が、加納天満宮入り口となっていることが挙げられる。その他、菅原道真の通称である天神に地名を冠した、加納天神のほか、地元では単に天神様、天神と呼ばれることもある。平安時代の上岸十一年の創建と伝えられている。古くから、 近隣の人々に知られ、信仰されてきた。江戸時代には、基礎街道道府とコロタカラ図鑑に掲載され、参拝者が後を絶たなかった。また、境内の井戸の水で作った薬湯は、多くの病気に効くと言われていたことから中仙道を、通る旅人が疲れを癒すために訪れたという。桶川塾から、天神道と呼ばれる道がありその道を通って、加納天神に参拝する人がいた。 右の絵は中千道六十九寺を描いたうちの桶川塾のものである。この絵には旅人が地元の住人に加納天神への道を尋ねている様子が描かれている。現在は宿場と氷川天馬神社ともに同一の地域内にあるが、この当時は神社のある地域は加納村であった。しかし桶川、加納ともに、 近隣の村であったことから関係が深く、このことが何世紀も後の桶川町と、加納村の合併につながっているのである。明治に入ると、加納天満宮と、氷川神社の合祀をもって、両方の名前を取った氷川天満神社となった。井戸学問の神様である、菅原道真を祀っていることから、今日の受験競争の中で特に初詣では受験生が、祈願し、 今に目標を書く様子が見られるそのためか初詣の参拝者は以前より増加しているという。また、桶川市の観光協会や JR 東日本が主催する散歩やハイキングの企画において、桶川市の東側を歩く場合、ほぼこの神社がコースに入っている。薬湯に使われた井戸は現在はその機能を果たしておらず、恋などが話されている。 そのため池と見ても構わないという。またこの井戸は、とても深いと言われている。桶川塾から参拝する人がこの神社に足を運ぶ、ためにできた道のことである。桶川塾の外れから伸びていて、当時の道をたどるとしたら、桶川市役所入り口交差点から、 埼玉県道12号川越栗橋線を勝負方面に進み、坂田交番前交差点の次にある細い道を左折し、直進するという道のりが、当時の天神道に近いものである。川越栗橋線は主要な道路を連絡する幹線道路であり、一部は4車線の道路になっているため当時の面影はない。しかし坂田交差点の次にある道を左折するとすぐに、 天神道の道しるべという石碑が現在でも立っていて、そこに書かれている通りに進めば、日川天馬神社へとたどり着くことができる。途中に天神入り口という交差点がある。この交差点は、指導同士の交差点でありながら名称が付けられていて、当時の道の様子を伝えている。しかしこの付近に、首都圏中央連絡自動車道の桶川が可能。 インターチェンジがあるため、天神道の道しるべから、天神入り口交差点までが、廃道になっている。ありがとうございます。